はい、皆さんどうも竹中雄大です。はい、ということですね、はい、もう本日はもうこれちょっと今テキパキ行くんでオープニング短めですけども、はい、ここ新宿駅でございます。はい、新宿駅ということは皆さん分かりますね。本日4月の30日、2022年4月30日、5時頃ですね、夕方。見てください、今からなんと今からゲリラ路上ライブ始めます。イエーイ。ゲリラで、まあ、ちょっともう数曲だけやったらもうすぐ帰るんですけど、はい、ゲリラでやって、まあ新曲とかもね広めたいんで、そういう活動のためにまあやるんですけども、まあ、ちょっといきなりゲリラでね、もう何のお知らせもなくやってるんで、まあ、いきなりやったらどうなるかと、まあ、いうことをちょっと今日検証したいなと思います、はい、寒いです。寒いね、今日も思ったより寒かったね。ということで今日は3人編成で、はい、俺とカイト君とネイ君で、はい、やって撮影がマサヤと、それでケイゴとそうじゃも撮影で今日はやってくれてるので、はい、ということで、カイト君、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回こそバズりましょう。今回こそ、俺の映ってる動画、ね、バズった動画ではカイト君いつも映ってなかったからね、ケイ君、行きましょう。2回目のバズで、ね、まとめます。よろしくお願いします。めっちゃ緊張して、はい、ケイゴさん、ケイゴさん、よろしくお願いします。本日は引かせてもらえませんでした。はい頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。はい、そうじゃ、よろしくお願いします。マネージャーやってます。いやいや、何時まで。はい、ということでちょっと準備していきます。はい、じゃあ場所ちょっとすぐなんですけど移動してここでやりますので、はい、今からもうすぐ始めます。人通りはまばら、今ちょっとまばらな、まあ、そうですね、まばらな感じですけど、はい、はい、ここからちょっと頑張って集めます。少々お迎えして、はい、行きましょう。お願いします。よし、始めます。9ですけれども、ノーベルプレートです。始めます、よろしくお願いします。僕は愛しくてよ、この手で守りたい。移り変わりゆく季節をこの目であなたと眺めていたいな。どんな色でも愛することこの先
ありがとうございます、急にちょっと路上ライブ始めたんで、もうできる限りしかできないんですけれども、ノーベルフライトと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ、ということでちょっと時間もあまりあるので、次の曲行きたいなと思います、まあ、もしいいなと思って、ぜひね聞こえたら立ち止まって聞いてください。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。聞いてください。月見草。繰り返すたび心をすり減らす記憶をかき分けた先に滲んだ思い出が待つ。あなたを知らない世界の方がずっとマシだったと笑う。いつしかすれ違う日々の中で本音隠しながら気づかないふり。赤い色のこの街眺めてはこんなにもあなたのことを思い出してばかり。あなたはまた世界を奪ってゆく。感じるぬくもりがそって私の未来も奪う。時計の針は突然止まる。あなたが告げた言葉でどうしてここで一人なんだろう。流した涙の意味は教えてや。二人でいたこの道歩いてももう二度とあなたのことを思い出しはしない。血を流すでまた私響いて歩き出す。鼓膜が破れた手を結んだ髪を見て悲しみが解き放つために叫んだ。優しくなれる心が寂しさ嘆いても大好きで大嫌いなあなたはもういない。巻き戻してあの日に戻れるのならば伝えたいけど今はもう最後の赤い色のこの街眺めてはこんなにもあなたの ありがとうございます。ありがとうございます。
今日ちょっと3曲しかできないですけど、ちょっと他の持ち曲はちょっと今日できないんですけど、6月23日、24日に日本武道館でワンマンライブあるんで、ぜひ来てください。よろしくお願いします。じゃあ、僕たち5月の18日に、メジャーセカンドフルアルバム、アソートというアルバムを出します。その中に、入っている、新曲をやりたいなと思います。ぜひこの歌、拡散してください。お願いします。この歌やりたくて今日やってるみたいなところあります。よろしくお願いします。この歌ぜひ載せてください。もし僕が歌詞を間違えたとしたら載せないでください。その部分だけは、その部分だけは載せないでください。いいとこだけ載せてください。よろしくお願いします。ではインスタライブの皆さんもよろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。愛とか恋とかという歌聞いてください。お願いします。月曜日の朝、憂鬱な気持ちも君と会う日を思い浮かべれば、いつもの道に優しい風が吹き、心弾ませ今日が始まるよ。昔は聞かなかったの歌や映画や香水の匂いでさえも、君が好きなものってだけでさ、どうして僕も好きなんだろう。こんなにも愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛してるが、溢れ出して止まらない想い、君も同じかな。伝えよう、目を見て今すぐが知った、離れないように、離さないから抱きしめてゆく、ずっと会えない時は思い出をめくって、近くに君を感じて励まされ、携帯に映る君からの通知を開く時間に笑顔になれるよ。僕の腕で君が眠る夜も、夢でもいつでも君と過ごしてた。目が覚めても夢は覚めないまま、心が君で満ちてゆく。
い、ということで、はい、まあ、ちょっともうすごいバタバタしてたんで、ちょっとあの締めが取れなかったんで、もうすぐ帰ってきて、まあ、今エンディング撮ってるということで、はい、ね、もうこれも今編集も同時にしながらエンディング撮るっていうね、いね、まあ、ちょっとあの頑張ってますけれども、はい、まあ、まずは今日あのゲリラ路上ライブということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、まあ、本当にねちょっと急遽やるっていう形だったので、うん、まあ、本当に無告知でね、もういきなりやったということなので、まあ、遭遇してくれた方は、うん、ありがとうと、まあ、あのもちろんねちょっと見れなかった方とかもね、うん、あのいててそれはちょっと申し訳ないなと思うんですけれども、うん、まあ、それもこの動画でねちょっとあの、まあ、味わってもらえたらそうです、ね、楽しんでもらえたらなと、うん、思いますけれども、はい、いかがでした。いや本当に俺、ね、こんな景色が見れるとは、いやびっくりしたよ、ね、あの頃やっぱ思い出したというかね、うん、もう人ブワーってこう集まってきて、もう走ってる人とかいましたよ。いやいましたね、信号のところからもう急げみたいな感じでねだからまあすごいなんかこうなんかね、その瞬間をこう見ようと、うん、いろんな人がまあこう目撃してくれたのが、うん、まあ、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。本当にいい日でした ね、はい、まあ、でもねちょっとね今日一つやっぱ問題があってね、はい、寒かった。いやマジで寒かった。めちゃめちゃ寒かった。あのね今日めちゃ寒くて、うん、あのもう風ブンブン吹いてるんですよ、うん、もう風やっぱブンブン吹くからもう歌いながらこう口の中にガー入るし、ね、そうだね、だからもう風食べながら歌ってるみたいないい表現ですよ。風食べながら歌ってる。伝わります。伝わりました。送風機状態ですから。ちょっとそれは迷うからです、はい、まあ、まあ歌も大変ですけど、うん、でもやっぱそれ以上に楽器ね。いやあれはしんどいよ、うん、やっぱりこうギターとか、まあ、まあカホン、まあ、今日カイト君とね、うん、3人体制でやりましたけども、うん、あのやっぱりこうもう寒いとねギターとか指動かないんですよ。みんな手かじかまでは。もうカイト君にもう一回月見草やろうってもし言ってたら断ってたって言われたいやでも断ってたって言われた。ほんまに寒かったからそれぐらいね。やっぱちょっとね大変だった中、うん、まあ、今回カイト君とね頑張ってくれたということでね、うん、でそれとあとまあソウちゃんとケイゴが今回撮影の方に回ってくれたということでね、うん、まあ、本当にこうチームプレーで、いや本当に素晴らしい、ね、あのマサも手伝ってくれてということでね、はい、素晴らしい一日ができたと思います。そうですね、はい、よかったよかった、はい、まあ、ということなので、うん、ちょっとねまあ、また次いつやるかなんてものはもう全く未定でございますけれども、はい、またちょっとみんなをね驚かせるようなことをちょっとこれからも素晴らしい考えてやっていけたら楽しみです、ね、思いますので、はいはい、どうぞこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、この辺で終わろうかなと思います、はい、まあ、この動画がええなと。いや、ゆうだ、ゆうすけ今日はめちゃめちゃスピーディーに頑張ったなと。頑張ったぞ、ほんまにめっちゃ頑張ったから、はい、ということはぜひグッドボタンとコメントチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それでは次回の動画でお会いしましょうと。そして武道館お待ちしてます。イエイ、お待ちしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。おまけ。じゃあもう一回1曲目に戻ります。3曲しかやってないんですけど OK ですか。じゃあ行きましょう。聴いてください。 Walking with you。やり直し、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 びっくりした、びっくりした、びっくりした、びっくりした。